んばんは。こんばんは。今日は、まあ、こっちの方が多分見慣れてる感じかな。見慣れてないですね。見慣れてはないですね。あの前回のキャデラックと違って、はい、多分まだうちに合ってる車かなと。ね、でもあの、はい、まあ W222 なんですけども、はい、AMG の本物ですね。本物の方ですね。S63。はい。でもなんかこうやってパッと見た感じ、あんまりわかんないっていう。フロントバンパーとかちょっと微妙に違うんだけどね。え、AMG スポーツパッケージですか？スポーツパッケージと。あれとはバンパー違うんですか？あの細かく見ていくとちらっと違うぐらい。違うんですか？はい。どこが違うんですか？あれ？あっちってだってここら辺って黒じゃないよね。あれそうでしたっけ？ここら辺とか。あんまりまじまじ見てないんですけど、ちょいちょい仕様が違う感じですか？ちょいちょい違う。でも僕あの先にブレーキ見ますね。あこっち見ちゃうと大体ブレーキとメーターとシート見れば大体。でも走ってるの見て中は分かんないんで、もう判断するところっつったらもうブレーキしかないんですよ。でもたまにですよ、ブレーキまで変えてる人が。まあそこまでやったらダメだよね。そこまでやったら分かんないんですけど、あのいるじゃないですか、あの AMG 貼ったりとか。はいはい、はい、分かんないんですよね正直ベンツって。一瞬分かんないけど細かく見るとやっぱちょっと違ったりします。どこまで見分けれるかですね。そうです。しかもこの車何がすごいって、はい、何馬力あるんですかこれ。585です。え585です。いります？日本で。いら、絶対いら。どうなってるんですかこれ。でもちゃんとそのなんていうんだろう、力を持て余すことないように、まあ、これはフォーマチック四駆のモデルなんで。フォーマチックで左ハンドル。そうですそうです。 AMG は、FR は FR 右ですね。右のみ、右だけしかないです。いやー、585ってあのそこら辺のやつだから何馬力ですかって話ですよ。軽自動車何個分なのっていう感じで。本当ですよね。あの最近ちょっといろいろと思ったんですけど、はい、もう400馬力超えてくるとあの危ないです。もう踏めないです。踏めないです。雨の日にちょっと踏もうもんならケツ滑りますね、はい、やっぱり、はい、絶対そうです。やばいです。電子制御オフにして半分踏もうもんなら、いやいや絶対踏み込めないから。あれ結構あの雨の日トラコンかかるんですよ。何もしてないのに結構パワー持て余してるなっていうのが分かるんですよね。まあでもこれなら一応その持て余すことなくいけるはず。まあフォーマチックだし、はい、そういう問題ですか。まああとスピード出し切れるところがどこにあるっていう話なんだけどね。いやだって日本まあ走ってもせいぜい100とかですよ。まあ100ですもんね。あ、今110。110か。透明が、新透明が110。110ちょっとありますね。でも110ですよ。110です。一瞬で出ますからね。110なんかあのどうですか。5秒？5秒6秒ぐらい。5秒切るんじゃないのかな。切りますよ多分。110キロ。0-100とか何秒なんですかねこれ。いや4秒台、3秒、うん、4秒台ぐらいかな。4秒ぐらいじゃないのかな。めっちゃ速いですよね。いや日本にはパワーはいらないですね。そうですね、はい、出せるところがないです。前、YMC チャンネルの方に出したんですけど、まあ、はい、細かいことはそっち見れば分かると思うんですけど、まあどうでしょう。どうもなんかその S らしさがちょっと昔に比べや、なんか威圧感がなくなってどんどん洒落た感、おしゃれになってきたなっていうのはありますね。イメージですよね。でもサイズはだんだんどんどん大きくなってきてるんですよ。これ変わるごとに、モデル変わるごとにでかくなってますよね。多分形状とかですかね、こういうバンパーのここまでの。はい、じゃないんですか。でもちょこちょこもうなんて言うんだろうな、フロントバンパーの例えばこっから下だけ見るとデザイン的には221となんかそんなに変わらんのじゃないかっていう感じなんだけど、あでも上の、まあ、このグリルとヘッドライトは本当に別物になっちゃったし。でかいですよねこれ。どうなんだろう、このヘッドライト絶対30万ぐらいするでしょうね。もっとしません？もっとするのにこれ30で買えます。片側ですよね。片側買えないんじゃないですか。今そんな高いのかな。いや絶対高いですよ。安いわけがないですよね。昔のやつ結構20万ぐらいとかで高えと思ってたけど、だって国産ですら今高いですよ。だって LED のやつめっちゃ高いね。これだって LED ですよね。 LED です。いや絶対高いですね。40。これアッセンで交換したらやばないですか。やばいと思います。玉切れたらどうするんですか。もうアッセン交換ですか。全部玉切れたらこれだって打ち込んであるからもう無理でしょきっと。これ越しですか。これじゃあヘッドライト切れました 3,40 万とかそんな感じですか。そんなイメージだと思います。
でもまあ車がだってまあいいか、まあまあこれで1380店頭で置いてるんで、ってことはまあまあまあ安いもんですね、はい、3万円のヘッドロード買う感じですね140万の車買って3万円のヘッドロード買う感じですそんな感じですちょっとわからないあのエンジンなんですけど、はい、一応 V8 ターボ、はい、B ターボ、ツインターボですね、ツインターボですね、はい、これは排気量何リッターなんですか。5500です。あ、5.5 リッターなんですか。5.5です。なんか5460リッターとかなんか前はそうでしたね。今はじゃあもう今はもうあれですか、 AMG ですか。今ってだって現行のやつもっと下がったじゃんね。あ、確かに63は確かに634リッターとかに落ちちゃったんで。それ変な話なんですか、 AMG ですらダウンサイジングターボですか。そうです。いや65の方は別物になってるけど、63は、はい、いやなんかもうなんですかね。でも早いからいいですよ。うん、まあ V だしまだ4気筒じゃないんで、はい、これで4気筒だったらちょっと嫌ですよね。4気筒が2つ付いてるからね。そうですね。最近のあの車よくこうやってセンサー類がグリルに入ってますね。付いてます、付いてます。もろここに付いてません、ここ、はい、カメラですかこれ。これライトビジョンかなんかのカメラですかね。それこっちがカメラか。こん中もなんかいません。ディストーリーそっちもいます、います。221からこれいますもんね。ずっと220からありません。あ、220もか。220もありますよ。精度はあんま良くないと思うんですけど。いや、かっこいいなこれ。でもまあ AMG と何普通のモデル何が違うかって言われるとなんか、まあ、バンパーが違って、まあ、バンパー違ってホイールが違ってマフラーが違って内装シートが違ってですよね、うん、これ22、うん、あ、じゃあこれはあのハイフォジのアルミ入っちゃってるんで、というより22にこのブレーキのサイズがやばいなと思うんですよ。22が入ってながらそんだけでかいから、ね、こんだけスカスカにならないっていう、はい、これキャリパーグリーンってこれもともと純正なんですか。これ純正です。選べるんですかそのカウチに。あ、でも確かにそう言われてみよう。あんまり見たことないんですけどグリーンって。赤、黒、黄色、選択できるんですかね。たくさんありますよ。なんかパナメーラもこんな色ありませんでした。あります、確か選べるんですよね多分。これはよう止まりそうだな。これは止まります。いや、止まってくれなきゃ困るでしょ。まあまあまあ、585馬力。あの222のあのあれっす、あれ普通のモデルもブレーキやっぱちっちゃいんですよ。大きくなったといえども、はい、やっぱ BM に比べるとちっちゃくないですか正直なところ。あ、でもどっちが効くんだろうね。やっぱ BM の方が効くのかな。乗った感じ BM が止まりますね。だって足とかがどうなったのかなっていう。あ、はいはいはい。普通のエアサスと比べてなんか味付け違うのかな。うん、どうだろうこれ。でも味付け変わってるとは思うんだけどな。その減衰がなんかちょっと硬くなってるとかなんか変わってるのかなと思ったんですけど、はい、だって粘ってくれんと困るもんねこれ。結構ふにゃふにゃされたらこんなの飛ばせたもんじゃないですよね。だって、うん、好きですかベンツ。ベンツはね、まあまあ、まあまあです。これあんまり言うとあのベンツ派の人と BM の派がいて結構分かれまで分かれて、まあちょっといろいろあるんですけど、はい、いらんこと言うとすぐ叩かれるんで。ベンツ派から叩いて、僕両方好きなんで率直に見てでも BM が好きなんですよ。うん、まあまあそれはそうですね。まあそんな感じで横見ても長いですね、やっぱ、はい、長いです。5m29 ですか。はい、もう昔のアメ車並みに長くなってますからね。確かに。でもあの BM と違って長さ感じさせないですよね。そうなんです。ラインがこう綺麗なラインなんで、はい、BM と後ろのラインだけこうまっすぐ持っていくじゃないですか。 10m ぐらい離れてみると S と C と一瞬見分けがつかない。あ、分かる。前から来ても分からんじゃないですか、あの後ろと一瞬分からんどっちみたいな。あれですね、あのテールの数が、テールの数が違うから後ろから見ると分かるんだけど。いやでもこれ走ってると様子がおかしいですよやっぱ。はい。なんかもう説明するまでもなくなってきましたね。なんかまあ外観とかどのこのの説明より多分市場の方があれかなとは思うんで、ちょっとリアの方に行ってみますか。そうですね、後ろ見てみましょうか。じゃあ続いて後ろを見てみましょう。はい。いやすいません、でかいっすやっぱ。動くとでかいっすね。なんか止まってるとちっちゃいんですけど、うん、まあまあ、ちっちゃくないな。それ長いからね。うーんと動いてくとおーってなりますね。ラインがあれなんだよね、そのなんだろう、 CLS っぽい、そのちょっとクーペスタイルみたいな感じで流線形になってるから、ね、多分そんなに長く見えないんだけど、まあ、それ間近で見るよね。なんかこう曲がっていく時と狭いとこ入っていくとやっぱりあでかいんだなっていう風には見えますね、はい、単体で見るとそんなでかくないんですけど難しいとこですねこれ。はい、
あと電波が通しにくくないですかこれ。え、そう。いや、さっきワイヤレスのって聞いとったんですよ。あ、はい、すごい途切れますね、なんか。あ、なんですかってことはガラスが違うんじゃない。いや、前回のキャデラックならんかったっすよ。向こうまで行っても平気でしょなんだ、なんか昔からありません、ベンツが電波通さないとか、レーダー通さないとか。あ、レーダーのやつ、あれだもんね、撮るとこ大変だもんね。悪いっすよね、なんか真ん中の目の、あそこしか通さないとか、絶対のやつつけないとダメとかありますよね。そうです、そうです。やっぱなんか特殊なんすかね、ガラスがこれ。うん、ってことですよね。いや、今それ思っただけです。はい、はい、さっき C が2つですね。ここ2つですね、はい、で3つあるのが、まあ、S の方です。 S クラス、はい。これマット全部純正なんですか、これ。これ純正です。純正でこんな風になってるんですか。え、違うの、これしか見たことない。え、めちゃかっこよくないですかこれ。はい。これ黒だったらどうなるんですか。黒なんですか。あ、そうだね。わかんなくないですか、なんか。え、じゃあこれ変えてあるのか。いや、どうなんだろう。でもなんか僕もあんまりメッキがついてるイメージがないんですけど。あ、でもこれ変えてあるっぽいな。変えてあります。変えてある。みんな変える感じですか。でもここドアの分もマットですよ。全部やってありますよね、これ。なんだろう、こう変えてるんですかね。ちょっと定かじゃないですけど、後ろから見るとなんか AMG 感がそんなにないのかなっていう。パッと見には分かんない、これ。分かんないです。マフラーには AMG で入ってますけども。いや、入ってるけど、だってこれ550のあれでも一応 AMG は入ってるからね。あとはカッターだけなのか。あ、でもエンジン音聞いたら分かるですね。あ、エンジン音は分かる。やっぱドロドロドロって言ってるんで。いや、これ複雑な車ですね、ベンツって。まあ、中乗ってエンジンかけやもう一発で終わります。ああ、一瞬で。あ、なんかボンって時にこの車が揺れる感じですね。はい。ボンってこう揺れるじゃないですか。あ、V8 だなっていう感じが。まあ、V8 だけならあるけど、まあ、やっぱ音と、まあ、メーターにもちゃんと AMG って出るからね。あ、入ってますね。でもあれだって書き換えれるじゃないですか。そこまでやるよね。いや、でもこれ乗れたら勝ち組じゃないですか。はい。どうですか。だって言って中古で1400万ですよ。そうです。普通乗れないですよ。普通は乗れないです。勝ち組ですね、これ乗れたら。はい。トランク見ますか。はい。別にこれは変わってないですか、 AMG も普通の。いや、変わってないです。なんか狭くないですか。いや、狭いですよこれ。あれ、こんなに壁近かったですか、奥。え、だってこの奥って、これ確か、あれ、あれ普通のモデルもですか。あ、こんな感じでした。なんか気がしません、狭いような。あれ、ベンツってこの奥にバッテリーとか入ってなかったっけ、違ったっけ。ベンツもこの壁の奥にバッテリーいます。ですよね、はい、だからその奥に。何見てるかもわからんくなってきましたね。閉めますか。はい。これ優しかったですか。上品な閉まり方ですね、まだ。なんか早いですね、やっぱベンツ。あれ、暖房のやつ何だったっけ。21です。ガチャンってなるんで、おいおいおいってなるんですけど。あ、音ですごいもんね。そうですね。ルーフもツイン、これ全部ツインなんですか、オプションですかこれ。どうなんだろう、見るやつ比較的ついてるような気がするんですけど。ついてるような気がするな、これ。後ろもなんかブレーキでかいし。じゃ、そもそもこれぐらい標準でつけてほしいですよね。いやいや、だってこれ、これが標準だったらブレーキ多分すごいお金かかるんじゃない。全部だって BM 言って22入っても僕のやつ結構パンパンっすよ。でもあれ純正18のアルミだから、まあまあ18で、なんか完全になんかこう被ってる感じな、はい、ギリギリ入ってますよね。だから下手な18入れると多分入らないんだろうね。形状によって多分入らなくなると思うんです、あの純正ホイールじゃないと。なんでベンツってこういうわざとやってるんですかね、差別化みたいな AMG。まあ、差別化シーンと多分売れないでしょうね、上のモデルが。じゃあ逆にもし普通の標準モデルにこれつけたら AMG モデルもっとすげえのつけなくなっちゃうんですよね。そうです、そうです。これじゃなくて、だから標準が22インチのアルミとかになっちゃうんで。そうなってくると21とかですか。21、アルピナレだって21ですよ。はい、まあ、そういう感じになっちゃうんですよね。まあ、そうやって思うとやっぱ、だから多分違いつけてるんですよね。あ、なるほど。じゃあこれ僕走りが、はい、MG の S63 魅力的ですね。はい、気になりますね。もう走ったら多分、お、いいなって思うかもしれないけど、あとはどこでパワー発揮するんだろうというところです。言って585馬力ですよ。もう正直ここに来て車いろいろ乗ってて前ひってきちゃって、はい、他の自分の取材やってるとなんか調子悪いんですよ。だってなんか300ぐらいの馬力がなんか普通なぐらいで300馬力なんかもう全然速く感じないですよ。この間
取材で450メートルくらい来たんですよ。全然速く感じなかった速いは速いんですけど、あれこんなんだったかなっていうような。いや450でもかなり走る方だと思うんだけどね。でもこれがありすぎるんですよ、うん、なんかこういうの乗っちゃうとダメなんだよね。乗っちゃうとやっぱりクラウンの流れが速いんで、まあ、ちょっと麻痺してるんで、はい、あまり麻痺出せるとおかしくなってくる普通の車が乗れなくなっちゃう、はい、乗れなくなっちゃうってことで、はい、じゃあわかりました。じゃあ次回は、はいはい、乗ってみましょうか。はい、お願いします。はい、お願いします、はい、ではまた次回お願いします、はい、なんかおかしかったですはい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ僕かじゃあ次回は試乗させていただきます。はい、お願いします。はい、お願いします。さよなら、さよなら。 You claim this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered.